寒い、寒すぎ。無理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 、寒い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 よ。ただいまっちょ。はは、要はもう冬。みんな冬ごもりしない？するでしょ。髪どうした？冬ですな。やっぱり、なんでこりゃ、なんかヒゲみたい。はい、ハッピーメリークリスマス。ああ、今日は完全冬ごもり動画です。お家でホクホクあったかく冬眠しよう。私とあなたで冬眠。さあ、冬眠の準備です。てか今日のコーディネートめっちゃお気に入りなんですけど。おいくね、おいよ。キュン。最近な、冬ごもりグッズを買ったわけよ。もうこれで幸せに暮らせましたとさ、めでたしめでたしな2020ウィンターを過ごせそうです。まず最近買ったもの開けていこうか。てか、私がもうこれだけは、みんなもう私これ今見てくれてる視聴者のみんな全員全員買ってほしいっていうぐらいおすすめしたいものがある。ほんまに人生変えてくれた、もうマジでありがとうっていう商品があるんですよね。それを今回は紹介します。ではパキン。まず、まあ、私が持ってるやつ、冬ごもりグッズ、イエーイ。これ去年買っためちゃんこかわいいストーブ。これなんて読むんだ、イシラ？分かんないけど、これめっちゃ可愛いし、ちゃんと風めっちゃ来るし、お気に入りのストーブ、これは大事でしょ。で、これはね、買いましたよ。ストーブ、ストーブじゃなかった、マフラー、イエーイ。冬ごもりリン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 、あなたも私も決して外には出ないわ。あー、すごい、ビームスの箱がこんな感じで自分で切って遊んでねみたいな感じになってる。ありがとう。さあ、私が買ったのはこちら、マフラーでした。くぅ、かわいい。かわいい。やば、今年な、このポピーのさ、お洋服さ作るのの中にマフラーを作るっていう、そういうのがあったわけさ。なのに SNS でも言った通り、マフラーを販売することを中止しました。作ってんけど、自分が思い描いてたマフラーじゃなくて、何回修正してもなんか違うっていうので、もうとうとう間に合わなくなっちゃって。もちろんその出来で上がってたから、それを販売することもできてんけど、 100% の自信を持って可愛いって思えなかったら、私はちょっと販売できないと思って中止しました。待っててくれた人ごめんね。ってわけで、今年は私買いました、ビームスボーイさんでね。かわいよー。ちょっと短いですよね。え、これは、首の骨折れた時のコルセット結び方か。かわいいんだけど、見て、お花がさ、いろんなお花が、うーん、かわいいんですけど。どう？大仏の首にもマフラー、そのようなことわざを知っていますか？大仏も寒い時もあるということわざです。はい、じゃあ次パキン。え、普通にかわいい、このコーデにもぴったり。え、次はこういうの買ってみました。私、充電式カイロ。って感じじゃない？カイロもすごいんやで、ね、今マグマっていうやつがあってさ、普通のカイロの何倍も熱くなるカイロ。去年お世話になったんですよね。今年も買わなあかん。これ充電式カイロって言って、こんな感じで、私も初めてお目にかかるものでさ。私ね、カフェに行くにしても、どこに行くにしても冷たくて、足がなんかもう芯から冷えちゃってて、お打ち合わせとかも何も集中できない。これ結構重たいね。プシッとありますね。マウスみたいやな、こうやってアボカド一つ分ぐらいの重さです。え、これで充電するってわけだ。お、電気ついた。え、もうすでに頭、数秒で温まってきた。すごいすごいすごい。これ3段階あって、今マックスにしてみたんやけど、え、あ、すごいや。これ私ないつもカイロ使う時さ、あと数時間しか外出へんのにカイロ開けたらもったいないかなとかさ、思っちゃうよね。いつも開けそびれんねんけど、これやったらいいな。ちょっとだけのためにつけれる。1回の充電でマックス14時間使えるらしい。すごくない？でも充電時間がバリ長い、8時間とか充電し
しなあかん。寝とうときずっとで充電しとかないとあかんけど、しかも結構暑くなる。すごい。これはいい買い物しちゃったな。スンギン、ちょっと読めないけどリンクでも貼っとこうかな。はい、次です。パキン。次はこれでじゃーん、ヒートテックだね。ヒートテックはマジで必需品やんな。これなんでこんな買ったかっていうと、結構バージョンアップしてて、ヒートテックってあんまりさ種類なかったイメージやねんけど、これとかは U ネックやん。普通にこう首元が広く開いてて八分丈のこの U ネックと、これがなめっちゃいいと思ってん。バレーネックティー、この首元がざっくり開いてるの、これはもうほんまにありがとうって感じ。だってさ、いつもさお洋服着るときにな、ヒートテックが首元からちょっとだけ出んねん。そのちょっと何ミリの世界で、うわなんか漏れてない、映えてないって思っちゃうわけよ。私は写真とか撮るときに、イエーってせっかくをいい感じに撮ってんのに、数ミリでもヒートテックちゃんがこんにちはしてるだけでもうなんかもう、ああ感じなわけだから、このバレーネックティーはありがとうございます。でこれはまあ普通にクルーネックティーやん。ハイネックの服の時とかにはこれ着るやん。でこのなカーキ色も出てていいやんと思って買ってみたけど、まあ実際黒が一番使うかなとは思っちゃったけど。でこれはレギンス、なんか去年のやつ買ったけど、去年のよりなんか薄手やな。でもう極端なんや。あこれ極端なんや。こっちは990円やねんけど、あの極端のやつは1500円、レギンスも1500円。極段マーク、私思うねんけど、極段もバレーネック出してほしいな、思わへん。しかも極段、去年買った私極段より薄手や。それでもあったかいんか、すごいな。あのレギンスはさ、こういう私今ハイトーみたいなスカート、ロング丈のスカートの中に仕込むねん。いつも冬場はさ、ここまでのレギンスを仕込んでる。パキン。ほんでからまあちょっとあったかグッズって言っていいのかわかんないけど、あったかいリラクゼーショングッズはこちらです。前掛けみたいな形しとうけど、これ小豆の力。小豆の力はほんまにすごいアイテムやな。これな、電子レンジでチンするだけでな、肩に乗せたら結構長い時間ずっと暖かくて、肩こりも解消されてトロンとしてくるわけで、それの名バージョンもあんねんけど、何回も使えるから、これデスクワークとかお家でやる人増えたからめっちゃいいんじゃないかな。とっても気持ちいい。もうちょっとこっち可愛いやつが出ることを祈ってる。なんかちょっとな、可愛くしてみましたっていう気持ちはね伝わるんやけどね、なんか小豆がなかった方がうち的には嬉しいな。ギンガムチェックとかやったらもっと可愛く使えるなって私は思ったんですけど、こんな感じでね。ほんでこれをこうして入れて、ちまえほんまに燃えて穴開いたんやから温める。これ使う人ほんまに気をつけてな。私前なこれやってな、ちょっとこう重なる部分が多くて、こうモリッと平らにしひん買ってんやんか。そしてな、私こう肩に乗せたらなんかボロ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 って小豆が出てきたわけだから気をつけてな。もうできた。ほいでこれをこう、なんで私ずっと帽子かぶってんねん。これじんわりポカポカあったかい。はぁ、小豆の力 CM させてくれへんかな。この小豆の力のここの柄をプロデュースさせてください、小豆様っていうぐらい私結構好きなんや。あ、それで言うとホットアイマスクとかもめっちゃ好きやで。眠たくなってきちゃった。バキュン。それでは最後に、私が今までで買った中で本当に感謝しているものがあります。それでは登場していただきましょう。どうぞ。これです。ちょっと装飾もしてみました。これが私の愛すべき商品です。いつもいつもお世話になっております。これ何かと言うたら湯たんぽなんです。湯たんぽのスリッパ。これ冷え性のみんなにもうほんまに買ってそんなんよって言いたい。私これがあるおかげで冬がもうほんまに楽になった。シエシエダイバーさんとかが海の中で着るさウェットスーツあるやん、あれの素材みたいなんで作ってるらしくて、だから保温性がすごいよね。だから一回お湯入れるだけでずーっとあったかいし、簡単にできるってとこ
電気のやつとかあるやん、コンセントにつなぐやつとか、あれとか正直さ、なんか線つないでるのもさ、めんどくさいし、歩かれへんしさ、移動できひんしさ、あと充電するっていうのが手間やんか。わざわざスイッチ入れてさ、もったいないかなとか考えちゃうやん。これお湯入れるだけやねん。これの使い方紹介すんな。もう私今日はこれテレビショッピングやと思って喋るわ。だってこれほんまにいいんやもん。ここにね、入れるとこがあるわけ。これこうして。牛乳を注ぐ女の歌大好きです。ほんで、ケトルみんなお家にあるやろ？まあない人もいると思うけど。ケトルにお湯を入れるじゃん。沸かすじゃん。それで付属のこれをここにくるくるつけるわけよ。できた。これを注ぎます。これ半分ずつ注ぐで、蓋をこうやって閉めたら、あら簡単、出来上がり。ほんでこれを履くと、うひょー、あったかい。足湯してる感じなんよな、常にずっと足湯に。ちょっと重たいけど、でも別にお家の中歩くぐらいやったら全然大丈夫。これがね、もうほんまにもう家族の一員なんです。私のクロッツっていう名前なんやけどな、もうほんまにこの商品に感謝してるから、 Amazon で口コミレビュー書こうと思って。私が愛のレビューを書きます。温かさ満点、柔らかさ満点。これ去年から使ってて耐久性も満点。おお、よし、写真撮った。ぜひ私の熱い思い読んでください。リンク貼っときます、概要欄に。忘れそう。はい、それでは皆さん、これから冬も本番になってきますけれども、あったかいポカポカ冬ごもりんりんを過ごしましょう。今日のコメント欄は冬ごもりんりんりんというキーワードはお忘れなく。それではじゃあね、また見てね。バキュン、りんりんりん。